ボールを打たなくても、できる練習法、左肩を開かないという練習ですね。左肩を開かない、まあ、このように、ね、手を叩く練習でもいいですね。ここで左肩を受け止めてエネルギーを受け止める感覚です。イメージはこのドッジボールとかね、ボールをこう受け止める時のここでエネルギーをすべてこう逃がすんじゃなくてね、ボール来たものをこうってスッと逃がすんじゃなくて受け止める感覚の方ですね。ここで受けれるとここでパワーが溜まります。まあボールを打つっていうことよりはまずここで左肩を受け止めて止めるような練習っていうことになるんですね。ここで止めれるかどうか、まあこのようなサンドバッグのような、ものでこうやって普通叩く練習になると思うんですね。でそれを叩く、練習というところから今度叩かない練習ということになりますね。ここで止める、ね、その時に左の肩で受け止めるエネルギーを、ね、エネルギーを受け止めるとシャフトがしなる。そのために腹筋とか肩をね締める感覚ですね。ブレーキをかけて最後に叩く。この時は体の回転を数センチ前に出すだけで叩けるわけですから、やはりこう突っ込むんではなくてまず受け止める感覚を、そして最後に打つと 1,2,3 の、リズムになりますね。実際のスイングでも同じです。バックスイングして、1,2,3 で打つと。3の時は打ちますが、1、2の時は受け止める方で受け止めて最後に打つという感じですね。1、2、最後にフルスイング、このような感じですね。左肩を開かない、ということの練習としては、先ほどのドッジボールのようなね、ボールを受け止めるような時の肩の使い方、エネルギーを吸収するような感覚ですね。ここで吸収し、ヘッドにまず先に、クラブが体より先に進んでもらい、最後に体が回転する。そのような感じで、開かない練習してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。